いい。うえ、なんだこれ。え、ちょっと待って。コントローラー使えるの、もしかして。コントローラー使えるよ。エイム曲線変えられる。キャラコンの滑らかさが X ディファイアントよりいい。スライディング、まだスラキャンできんのかな。スラキャンできる。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回は皆さんご存知の大人気 FPS コンバットマスターをプレイしていきたいと思います。シーズン1がね、ついに来たみたいですね。あ、キルチェーンなんかいろいろカスタマイズもできるようになってるね。 MP5、 おー、なんかバンドルとかもいっぱいあるし、アタッチメントもね、すごいバレーの数、アタッチメントなんかつけられるようになりましたね。さらにストアには結構いろんな、バンドルというか、課金要素も追加されてるね。あ、フリーもありますね。ちょっと撮ってみましょうか。なんかどっかで見たことあるような気がするな。よし、さあというわけでやっていきましょう。これはですね、フリーホールかな。うん、多分フリーホールだと思う。よし、ジャンプと、1キル。あ、タクティカルダッシュもね、ありますね。ジャンプとタクティカルダッシュとスライディングと、おれ、おお、今のあんな動きもできちゃうの。え、片手ではない。オッケー、なんか敵の動き拾えるかな。いい。うえ、なんだこれ。え、ちょっと待って。え、デュアルなんだけど、デュアルにスコープついてんのかこれ。なんで覗けんのこれ。あ、リロード。あ、リロードは右に2つ持つやね。はい、というわけで、2試合目ですね。皆さんもうお分かりの通り、COE のパクリゲーです。しかもこれだいぶだいぶパクってんな。ちょっとよくある、あー、COEのパクリゲーねと思ったけど、これだいぶパクってんな。なんか勝利画面のエフェクトやら、ガンスミスやら、スライディング、タクティカルダッシュ、割と操作性悪くないんだけど。あって、ジップラインある。オッケー、ちょっとまた別マッチで、無料のバンドルについてたアサルトライフルあったから使ってみるわ。基本的にそのマッチングかけると、まあ、フリホーしかマッチングしないね。人口少ないんかな。割と操作性はいい。結構操作性いいんだよな。正直、最近出た X ディファイアントよりいい気がする。いや、これ言ったら怒られちゃうな、さすがに。うん、さすがにいろいろまずい。敵を増やすのは良くない。オキドキ。おー、どんな脇やねん。同じとこで湧いてるやん、スタート。え、また別のマップあるの。マップいくつあるんだろう、これ。あ、これあれじゃん、アームズ F、 そういうことか。あれガンゲームじゃん、完全にね。少し前にさ、ロブロックスで COD ライクなゲームが発表されたというか、リリースされてちょっと話題になってたんだけど、なんか結構それに近いかもしれないな、操作感というか。それもデュアルだけど覗くことができる。軽くちょっとそこは本家超えるのやめてもらって。出た。デュアル、この開発者、デュアル好きじゃね、ちょっと。デュアルの数多いんだけど。明らかに。あ、いいね。これ一通り武器使えるから、紹介できるね。こんなところが来るの。これショットガン。これなんだろう。これ AK っぽくないか。倍率サイト好きやな。倍率サイト好きやな。ちょっと待って。何に倍率サイト、リロードモーション。かっこよ。そんな複雑なリロードモーションを加えてるの。あ、AK 来た。アイアンサイト。なんかやけにちっちゃいな、アイアンサイト。これなんだろう。なんかマックっぽい。すごいな。あ、ちなみにこのゲームめちゃくちゃ軽いです。で、容量も1ギガなかったと思う。これ敵ボットなんかな。あ、ボットもいるだろうけど、対戦そんな、今の感じだとちょっと悪い、さすがに。ああ、ちょっと悪いね。スナイパースタート分かりやすいわ。
現在1位かな、うん、2位の人がレベル42だもん、ね、これは確実にプレイヤーだ。でハンドガンになりました。ポンポンポン、タクティカルダッシュもある。スライディング、もうそろそろ終わりになってくるんじゃないこれ。トゥーイージー、このトゥーイージー何なんだろう。キルしたら言ってんのかな。グレポン、オッケー。あー最後ナイフ、なんか無料ゲーにありそうなナイフやな。ガンゲームといえば COD のガンゲームといえば負けたんだけど、ちょっとえこれさすがにボットなのかな。待って、マッチングが早すぎる。5秒ぐらいでマッチングする。マジで3対3ってことかなこれ。サーチ&デストレまであるんだけど、それミニマップはないね。このディフューズの UI というか丸パクリじゃねえかこれ。これ丸パクリすぎるやろ。ちょっとこの動画を上げてる僕の身も大丈夫なんだろうかこれ。あ今左映ったね。ほら名前の横にスチームマークとコントローラーマークが、コントローラー使えるの、もしかして。コントローラー使えるよ、マジで。コントローラー対応してんのこのゲーム。しかもなんかスチームマークって書いてあったけど、何クロスプレイでも対応してんのかな。 OK1 キル、2キル目、 OK イージー。ちょっと待って、操作性がいい。コントローラーの設定見たら、ちょっとすごいわ、これ。ね、もちろん、このボタン配置もできるし、ね、あと、エイム曲線変えられる。ダイナミックとか、完全に、今の COD モダンオフェアと一緒の設定ができる。感度調整もすごく細かくできるぞ、これ。で、倍率ごとに感度も変えられる。キャラコンの滑らかさが、X ディファイアントより、なんで、なんでなんこれ。はい、スナイパー、うお、これなんのすごくね、感度がね COD とあまり感覚変わらない。めちゃくちゃ滑らか。おいおい、なんかプレデターみたいなやつが降りて。チームデスマッチだけどやっぱ3対3までなのかなこれ。うん、今の倒せる。スライディング、まだスラキャンできんのかな。スラキャンできる。これモダンオーフェアの1のやつだ、動きが。でもそれ以上かもしれない。なんかすごい動きできるんだけど。オッケというわけでお疲れ様でした、今日はコンバットマスタープレイしていきましたけども、何やらねこの開発者の YouTube チャンネルがあったんだけど、そのチャンネル見るとまあ3年ぐらい前からいろんなモバイルゲームの FPS を作ってるっぽい。で1年前ぐらいにこのコンバットマスターのモバイル版をちょっと発表して、それが PC でも Steam でもリリースしたっていう感じかな。いやーまあなかなかにもろパクリなんで、まあどうなんでしょうか。まあいろんなねCOD パクリゲーはあるけど、結構なパクリ度具合があるんじゃないかなと思います。まあ Steam とあとスマホでもね無料でプレイできるのかな、まあ、気になった方はプレイしてみてください。ではお疲れ様でした。